今ない〇〇を妄想する M8 招待招待伊藤編の友人屋です。大将でございます。はい、引き寄せの法則、引き寄せの法則、シークレットっていう、うんうん、僕見ましたね、はい、僕もう一時期は結構昔ですよね。そうですね、8年とかそれぐらい前流行りましたよね。ロンダバーンっていう人が書いた、うん、で僕は一時期あの、うん、これを聞きながらじゃないと寝れないっていう、うんうん、病に陥ってまして、うん、これは何を言ってたかっていうと、うん、なんかまあいいこと、うん、気持ちいいこと、うん、望むことを頭に思い浮かべたものが、うんうん、どんどん手に入る、うんうん、間違ってますかね。まあ僕の認識的にもそんな感じです、ね、そんな感じですよね。だからそういうポジティブなことを考えて、うんうんうん、その自分の将来を思い描くと、うん、それが手に入るみたいな、うんうんうん、そうなんだと思いながら、うん、ぐっすり寝れるんですよ、うんうん、僕もでもその当時は、はい、あそうなんだとか思ってたかもしれないですよね、うん、でその時にも道端ジェシカさんも、うん、あの引き寄せの法則の方でしたです、うんうんうん、それを買い、うんうん、なるほどと、うん、これであの F1 レーサーを手に入れたのかと、うんうんうん、思いながら、うん、いや僕もあのちょっとでそういう時に、うん、なんかその財布の法則で、うん、なんかお金持ちはみんな長財布を使っているみたいな、うんうんうん、で要は財布の価格かける200が年収になるんだよみたいな法則があって、うんうん、そうなんやと思って、うんうん、はっ僕その時ちょうどあの1万5000か2万の財布を使っていて、うんうん、かける200ほんまやと思って、うんうん、でその本が書いてあったのは、うん、要はなんで逆もまた真なりで、うん、財布をいいものに変えると年収が追いついてくるみたいなことが書いてあったんです、うんうん、あでも僕もそれ聞きました、はい、で聞いてそうなんやと思って僕長財布使ってたんです、はい、ビトの長財布なんで、おー高そうな使ってたんですけど、その時にちょうどホリエモンが財布なんかいらないよってマネークリップ使ってたんですよね。なるほどはーって言いたいやで僕は多分それを見てなかったのそうなんやと思って、うん12万の財布を買ったんですよ、うんうんうん、これが8年ぐらい前、うんうん、じゃあ今2400万になったか、うんうん、っていう話なんですよね、うんうんうん、なってないんですけども、ね、2400万にはなってない、うんうんうん、でもまあそれは今はなってない、うんうん、今はね、うん、とも言えるんですよこれは、うんうんうん、ではこのシークレットっていうのを、うん、まあシークレットっていうのが出て、うんうん、で結局いろんなことを思っても全然かなわないじゃん、うん、と思っていたら、うん、ザ・メタシークレットっていう動画が何年後かに上がって、うん、それは結局行動ですっていう話になるんですね、うんうん、思い浮かべて行動です、うんうん、ってなったので、うん、あ結局そうなんじゃんと、うんうん、まあ行動思い浮かべただけじゃならないんじゃん、うん、行動が伴わないと、はいっていうところなので、うん、じゃあ僕は今それに、うん、あの引き寄せの法則とかは否定してるかっていうと、うん、大丈夫どうですか。僕はなので僕の周りの成功してる人、はいはい、でまあホリエモンレベルとかじゃないですよ、はいはい、普通の中小企業で、でまあ自分が好きなこと、結構稼いでるで、うん、ビジネスを起こして稼いでる人、稼いでる人、はい、を見ると。まあ、絶対的に必要なのは行動だと思うんですよね。はいはいはい。でその後ろでそういう引き寄せの法則的なことをやってるかどうかは知らないですけど、はいはいはい、まあ、絶対的に必要なのはまあ行動ですよ。よくなんか、うん、友達さんなんかは、うんうん、みんなそういう成功した人たちは、うんうん、アファメーションしてると紙に書いて、うんうん、で神田正則さんとか、うんうん、あの非常識な成功者も、うんうん、やっぱり成功者ほど紙に書いてるみたいな、うんうんうんことを言ってますけども、うん、その人たちは書いたりしてるっていうのを聞いたことありますか。聞いたことはないです。書いてるかもしれないし書いてないかもしれないし。なるほど。で、まあ、書いてなさそうな人でも成功してる人はいたりはします。行動してるから、もうとにかく行動してるみたいなっていう、もう人もいるので、はい、で、まあ、書くってことがなんか頭の整理になってっていうのは分かります。こうやるべきことが明確になったりするじゃないですか、はい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 、でいついつこういうことをしなきゃいけないっていうのが明確になったりするので、書くってことが有効なんだろうなっていうのは
分かるんですけど、ただ書けば成功するのかっていうとそうではないのかなっていう。億万長者になりたいって書いてもしょうがないと、うん、で書いて成功してない人もいっぱいいます。いっぱいいます。あのなんか年収3億円とかこう書いて貼ってる人とか、いやもう行動しなきゃならないよねみたいな。僕が今こうやって笑ってるのは、うん、もうちょっと自重気味に笑ってっていう、なんかあの引き寄せの法則とかって聞くと、はい、ただ書けばいいのかなって思ってるんじゃないかなって、そうと思ってました、ね、でそう勘違いさせる気がするんですよね。なのでなんかにわかに信じがたいみたいな、はいはいはい、で成功してる人は書いてるみたいなのは、書いて行動してるから書いてなんかうまくいく引き寄せてるように思ってるけど、重要なのは多分行動の方なのかなっていう。やっぱり思うだけって楽なんですよね、うんうん、だから寝る前にこうお金持ちになった姿を思い浮かんで寝るとかっていうのは僕得意ですよ。気持ちよさそうです得意、ぐっすり眠りそうな、はい、で毎晩それをやったからといって金持ちになれるかっていうと絶対そんなことはない。そうなんですよね、うんうんうん、なのでこう整理するために書くとか、まあ、アファメーションでもいいんですけど、はい、自分の頭を整理するためにとか気持ちをこうモチベーションを上げるために唱えるみたいなのは多分効果があるのかなっていう気はするんですけど、はい、で、うん、いやでもね、じゃあ自分がその過去にやっていたことを否定するかって言うと、うん、僕の中では、うん、いやでも今動き始めて、うん、まあ、あの少ないながらも、うん、チャンネル登録者数100人ぐらいは超えたよと、うんうんうん、っていうのもまあここにそう引き寄せた結果なのかなって思うと、その当時のお金持ちになるんやっていうのも良、うんうん、かったのかなとはちょっと思うんですけどね、うん、なのでその、まあ、結局分かんないですよね。あ、引き寄せの法則が、引き寄せの法則が本当か嘘かっていうのは、うんうん、それは、まあ、捉え方次第みたいなところじゃないですか、はいはいはい、この結果を引き寄せたって捉えればそうだし、そんなことやらなくても動画投稿してればこうなった身も蓋もないっていう、それってもう実証しようがない、はい、ところなので、もうなんか考え方次第、考え方次第でしょって僕は思っちゃいますまあそうなんですよね、うん、でよくなんか悔しいのが、うん、あのなんかその波動画とかって、うん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 、でチャンネル登録者数が何万とかって上の人を見ると、うんうん、なんだよと、うん、でそこに対しては僕ちょっと嘘じゃないかと思うんです、うんうん、そんなの変わんねえよそんなもんって思っただけで、うんうん、だからその波動をもしやってたらではそういう反応になるんじゃないですか、逆の反応に、波動を信じてやってたから今のこの状態がみたいな。まあそもそも波動が分かんないですもんね、僕波動圏しか知らないですまあまあ我々世代はデルビーなんですよ、スト2の世代はそうですよね。そうするとまあそっか、みんな信じたいものがあって、うん、信じたいものを信じるっていう心理学なんかありましたよね。なるほど、人は見たいものを見る、確証バイアス、あ、バイアス、そうは信じたいものを信じる、そうですね、自分が信じたいものを信じると、うん、だと我々はどこを取れば信じちゃう、うん、信者と言っちゃダメですねまあだから、まあ、波動って言ってる人にはそれもバイアスですよ洗脳されてますよって話じゃないですかはいはいはい、うん、こっちを信じた方がいいよって言う、こっちを信じた方が、まあでもこっちを信じたっていうか、やっぱり行動だよってことだと思うんですよね。あ、波動より行動、うん、はいはい、その、まあ、結局そうじゃないですか。あ、そうですね、あ、うん、波動を変えたいなら行動ですと、うん、行動ですって、でまあその、まあ、波動があるんだとしたらね、波動が、まあ、僕も理解できないんで波動そのものがこうなんかいろっぱい説明されてもよくわからないですけど、はい、でも要は確かに行動すると、うん、この人から出るオーラ的なものは多分変わりますよね、うんうんうん、なのでこう結果がこういろいろ出てくると変わりますよね。それが波動なんですかね。それを波動、波動って呼ぶか引き寄せっていうか、まあ分かんないですけどその波動の説明は僕見てないんで、波動とは波動圏じゃないですか黙れその名の通り、うん、波の形をしたエネルギーのことで、うん、万物それぞれが持っている振動のことを指します、うん、
もうまあ要は、うん、良い波動とは、うん、宇宙と調和が取れていて、ここからここからですよね、多分。こっからですよ。はってなるのは、宇宙と調和が取れていて、うん、とても自然でクリアな状態にある波動のことを指します。わ、うんうん、かります。いや。で、悪い波動っていうのは、うん、宇宙との調和が取れてなくて、乱暴で荒い波動のこと、うん。トラブルを引き起こしやすいことが特徴ですと。うんうん、まあでも、それをオーラっていうのか、うん、波動っていうのか。波動っていうのか。まあ、同じかなって思うんですね、うんうん、要はそのあの人はいいオーラが出てるみたいな、ちょっとそれはなんとなく分かりますよ、ね、うんうんうん、でこれを言うと見たら分かりますよねっていう、でも要はそれはこの人が行動した結果だ、だからいいオーラが出ている、嘘っぽいですけどね、それも、うん、なんか結局行動じゃない、行動っていうか人は人を判断するときに行動を見て判断しますよね、はい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 、なのでこう波動が見えてるとかオーラが見えてるとかっていうよりも、その人自身の行動がどう取ってるか、どういう発言をしてるかみたいなことを感じて、あ、この人は波動がいいとかいいオーラが出てるって言ってるっていうのか、うん、まあ、気持ちのいい人だと思うのか、うんうん、っていうところじゃないですか、はい、なのでこう僕がこう波動悪い状態、はい、調和が取れて、宇宙との調和が取れてない、取れてなくて、はい、まあ、とても乱暴で、うん、荒い波を多分出してるんでしょうね、うん、はい、っていうことで言えば僕あれですよ、波動いい波動自分が自分がそんなにこう荒い波なんか出してないですよ、っていうと、まあ私もどちらかというと、まあ、うん、あまりイライラもしてないですし、うん、いい波動ではない、いい波動ではないかなって、はい、っていう、まあ、僕たちがよく話をしてるエニアグラムも、はい、タイプ7だって言われると嬉しい、はいはいはい、っていうのと同じじゃないですかねっていう、あなたいい波動が出てますって言われると嬉しいみたいな、はい、自分がこうなりたいと思っている姿に見られている、うんうんうん、見られている、でこうすればこうなれるって言われる、タイプ7になれるって言われると、あ、こういう行動すればね、そうそう、あ、だとやっぱりその自分がどういう行動を取るかで相手にどう見られるか、うんうん、どう見られるか、だからじゃあそのそういう行動すればいいっていうことですよね。すればいい、うん、あと何かその波動とか、うん、波動を変えるにはみたいな動画を見てる人たちに対して言えるのは、うんうん、じゃああなたがなりたいと思っていることをやればいいじゃん、うんうん、やればいいじゃんだし、今エニアグラムが出てきたんで、はい、話をすると、はい、エニアグラム勉強するといいんじゃないかなっていう、なるほど、うん、で自分を見る、自分を見る、自分がどういうタイプなのかを見ると、はい、自分がどのように行動したらいいのかっていうのが見えてくる、はいはいはい、と自分がこうより良い状態になれる、はい、っていうのは結局どういう行動をしましょうっていうのが分かりやすくなるっていうところじゃないですか、あとまあ自分が落ちてる、うん、なんでこの状態なんだっていうのも分かったりしますよね、そうそうそう、波動の悪い状態ですよね波動でいくと、あなたのエニアグラムでいくと健全度が下がってるみたいなところが、はい、まあ、波動でいくても波動が悪いですよね、はい、宇宙との調和が取れてない、なぜあなたが取れていないのかというと、うん、っていうことですね、と、まあ、こういう葛藤があってとか、はい、自分の、うん、防衛本能が働いて、うん、そういう行動を取っている、でそれをどうなくすためにはどう行動したらいいかみたいなのってエニアグラムがいいんじゃないかなっていう、はいはい、で結局行動なので、エニアグラムじゃなくてもそういうなんか自分の指針となるものがあればいいかなっていう、はい、ところかなと。あなたの波動にも効く、波動にも効く笑っちゃダメ、はい、波動にも効くお話、お話なのかこれは、うん、でしたと、うん、でね、波動を何と言ってるか、うん、っていうことだと思うので、うん、それを波動というのかオーラというのか、うんうん、宇宙との調和とかってよくわかんないじゃないですか。まあわからないけども、まあ、気持ちのいい人とかはわかります。わかります。なので一緒にいて楽しそうな人とか、うん、その宇宙との調和って言った瞬間うさんくさくなる感じがするんですよね。で僕的に感じる人はいる。うん、はい、僕もまあどっちかというと、うん、それを言って不安にさせるのはどうなのって思うんですよね。うんうん、っていうところですね。僕が思う波動に関しては宇宙との調和とかっていうなんかよくわかんないものを、まあ、神様的なもんじゃないですか、はい、宗教的な感じがする、まあ、決して否定する
気はないが、はい、うん、というなんかすごい反感食らいますかね。いや反感なのか称賛なのか、なのか、まあ、半々なのか、うんうん、でもまあ結局どのポジションの人も言ってるのは、うん、行動しましょう。なのでもう行動しましょうなんですよ、はい、結論としては。実はそうなんですよね、うんうん、まあ自分を変えるには思うだけじゃなくて、うん、行動しましょう。で行動してた方が気持ちが変わる気がするんですよね。思って行動するよりも行動した方が先に、はい、まあそうですね、行動してしまった方が気持ちがこうついてくる、はい、新しい発見もありますし、ね、新しい発見もあるし、はい、やると慣れてくるっていうのもあるし、はい、うん、気持ちも上がってくるかなと思ってます。はい、波動を変えるには行動ですありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。